どうも皆さん、サボです。皆さん、任天堂スイッチどのコントローラーで遊んでますか？ジョイコンですか？プロコントローラーですか？手ですか？僕はこちらのプロコントローラーでね、ずっと遊んでるわけなんですけど、今回なんとですね、こちらボン、すごい反射してる。2週間前くらいに発売したこちらの64コントローラーをサバさん、注文しまして、このコントローラーね、このね、ニンテンドーオンライン、僕、ニンテンドーオンライン入ってるんで、まあ、ニンテンドーの公式サイトで買ったんですけど、で、僕ね、届いてこれ2週間くらい経ってんだけど、最初ね、今箱の中に入ってんだけど、届いた瞬間嬉しすぎてね、すぐ開けちゃったんだよね。で、もう一回箱に詰め直して、動画撮ってます。開けていきましょうか。こちらが任天堂64のコントローラーになるわけなんですけど、見た目がすごくね、なんかおかしな見た目してます。なんか今にでも空飛んできそうな見た目なんですけど、なんか、僕がね、僕のいとこが64持ってて、僕とね、いとこでこうやってスマブラこうやって持ってやってましたね。こう、64のね、コントローラーの持ち方、これじゃないですか。これの持ち方はダメですから。64はね、こうやって持つのが、基本ですからね。もう間違いないようにしてください。このグリグリコントローラーが今のね、スイッチのプロコンとかのこのグリグリコントローラーにもなってるっていうやつなんですけど、あれって思って、このプロコンのこの 3D コントローラーついてるじゃないですか。これにもこの 3D のこのなんかグリグリコントローラー、スティックがついてるんだったら、スプラトゥーン遊べんじゃないかなと思いまして、今回、この64のコントローラーで、スプラトゥーンが、スプラトゥーンが遊べるのか、やってみようかなと思います。64のコントローラー繋げたいと思います。でも繋がんじゃないかな。繋がった。いいね。これで、ね、64でね、遊ぶようになると。あ、通信の、びっくりした。なんかバグったんかと思った。びっくりした。どうなるんだろう。あ、いける。あ、待って。あ、ちょっと待って。あ、そうか、ジャイロがないからさ。あ、終わる。てか、なんか、何も触ったように勝手に動いてんだけど、画面が。何これ。ちょっと待って。あ、どうしよう、待って、やばい。そっか、このね、十字キー。なんか、ここで動く。ここの黄色いところ、この C ボタンで動くわ。あ、いかになれるわ。ちょっと一旦ね、任天堂スイッチって、ここのね、ここの設定でね、コントローラーの設定を変えられるんですよね。あ、ボタン割り当てあった。そう、これで、うわ、待って、変更できないってあんじゃん。変更で、ちょっと待って、この動画終わりでーす。あ、待って、できた。みんな、ジャイロ操作オフにしたら、ここの黄色いボタンで、動かせるようになった。よしよし、これで、やりづらいが、まあ、できなくはないかな。まあ、できなくはないんだよな。できなくはないけど、やりづらい。でもね、なるほど、これジャイロを切れば、64のコントローラーでも遊べる。これで縄張りバトル行ってみようか。これで縄張りバトル行ってみようか、一度。さあ、ということで、アジフライスタジアムやっていきましょうか。クソやりづらそう。行きましょう。先輩にはならないようにしよう。64のコントローラー使っててもできるんだぞっていうのを、しっかりと皆さんにお見せしたいと思います。行きます。危ない。よしよしよし。さあ。オッケー。今回僕が最近よく使ってるこちらの武器でやっていこうかなと思います。ただ結構ね、今思ったけどね、これ結構テクニックが必要だからさ、スライドジャンプ。スライド。ちょ待って、むずい。オッケー。慣れるのが早すぎ。さすが、さすが、落ちて。これ集中しすぎてさ、これ集中しすぎてちょっと、カメラからちょっと、僕のプロ、録音コントローラー映らなくなっちゃうかもしれないけど、それだけはちょっと勘弁してくれ。とりあえず塗ればオッケーね。いいよ。やりづらい。待って。今気づいた。スペシャル使えない。ちょっと待って。R 押し込み、スペシャル使えない。まずい。よし。待って、むずすぎ。待って、スペシャル使えないのダメだろう。スペシャル使えんのは、まずい。忘れてたスペシャルという存在を。押し込みって機能がねえんだよな、この64コントローラー。いや、押し込み考えた人天才だな、とコントローラーに。バカー今の絶対いけたよ。さあ、
どうしたどうした、ね、行くぞ。オッケーオッケー。あ、なんかナッツがすげえ丁寧に塗ってんの今見えたぞ。やばい、いるな。ね、まずい、チャージャーがやばい。ナイスナイスナイス、ここにいるんだよな。オッケー、いやーやらせやらせ、よし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 、ナイスはこれね、ナイスここ、ナイスナイスは送れる。ちゃんとコミュニケーションを取れる。さすが任天堂がコミュニケーションを取れるようにしてるという。それはもう昔からね、こう20年前64が出た頃からスプラタが出るまで変わってないという、コミュゲームでコミュニケーションを取る。やばい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 、ちょっとチャージャー怖いんだ。チャージャー割と楽に枯れそう。嘘でーす、ごめんなさい、嘘でーす嘘でーす嘘でーす、待って、もう1分、よしよし、いいぞ。あー、ちょっと待って、やばい。あ、こいつ、あ、ちょっと煽った、ちょっと煽りかした。かわいいね。ちょっと食べてやろうかっつってね、俺、いきます。あ、これ30秒。マップが見れないんだ。マップが見れないよ、そういえば。X がないから、X ボタン。マップ見れません。あぶね。撃て、撃て、撃て。塗れば勝ちだから、このゲーム。塗れば勝ちだのよ。塗れば勝ちだのよ。やばい。マップ見た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 い。ちょっと待って。ボム？あ、一応ボム、R ボタン使えるかボム投げれるんだ。ただ、マジむずい。マジむずい。買ってない？ちょっと。いい感じじゃないか？待って。いい感じじゃない？もしかして。もしかして、いい感じじゃないか？よしよし。倒したい！いやー倒したい！ナイスー！どうなった？どう？あははは、やったー！やったー！勝ちましたー！やったー。いやー、まあプロコンで遊んだ方がいいっすね。